22日発売の新曲です。森好みでのこんの月、応援よろしくお願いします。皆様大変お待たせしました。今日のゲストはこちらの方です。おはようございます。市川ゆきのです。よろしくお願いします。ゆきのさん、こんにちは。ありがとうございます。もう私はもうゆきのさんの大ファンなので、今日こうして走れでお話をさせていただくということで、はい、本当に楽しみにやってまいりました、はい、私もこのみちゃん大好きで、 ありがとうございます。嬉しい。本当に先日ご一緒させていただいた舞台での、はい、また民謡も本当に痺れさせてもらいました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これからもこちらこそよろしくお願いいたします。はい。やっぱり走れファミリーもですね、たくさん応援に駆けつけてくださったのが、はい、1月29日のハーモニーホール座までの、松原武史さんもね、はい、こう入っていただいての、市川由紀乃さん、松原武史さん、森好み3人でコンサートをさせていただいたというのが、私的にも本当に、もうキラキラの思い出に残ってるんですけども。私も本当に2017年このステージを、まずは、とても楽しみにして、はい、なんかあったかいアットホームのステージで、なんか雰囲気もすごいあったかい感じのコンサートになりましたよね。ね、もう私自身も先輩のステージを舞台袖からお勉強させていただいたのがすごく嬉しかったんですけども、いやもうなんかこのみちゃんがずっとステージを袖からこう見守ってくれていたっていうのをスタッフの方から聞いて、はい、なんかそういう勉強熱心というか、その思いと、私もこのみちゃんの歌声もずっと聞かせてもらっていたので、嬉しい。なんか改めて、あ、歌っていいな、なんか人との出会いっていいなって思いました。出会いって本当に全てですよね。ご縁が全てだなと、改めて感じますが、はい、それよりも何よりもまず、はい、ゆきのさん、はい、昨年末の紅白歌合戦、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう私もそうなんですけども、はい、走れファンのリスナーの皆さんからの、はい、ゆきのさん初出場イエーイっていうメールの数がですね、はい、本当にびっくりしましたし、はい、走れファミリーとしても先輩が、走れの先輩が初出場を迎えられたということで、はい、すごく心温かい気持ちになりましたが、ありがとうございます。どうでしたか、初舞台は。もうなんか夢のような、はい、今でも時々夢だったのかって思うぐらい、あまり実感が、なんかこう自分の中でなくて、終わってから何回も家に帰ってから VTR を母と見て、それからまたわーって泣いて、はい、不思議な感覚というか時間でした。非常に話題になったのが、もうきっと、ゆきのさん、今までのことを振り返って涙涙の、涙の歌唱になるのかなってみんな思っていた中で、はい、こう力強く、はい、涙をこらえて歌われる姿を見て、私がもう大号泣だったんですけど多分皆さんもそうだったんじゃないかなと思うんですけど、本当に素敵でした。ありがとうございます。このみちゃんももうすぐメッセージを送ってくれて、もう本当その優しさもとても嬉しくて、でも泣いてはならぬっていうのが自分の中でもあって、すごいことですよ。はい、もう本当にこう自分の手のひらを結構つねって、こみ上げてくる涙を必死に止めて、後で見たらその部分がちょっと内出血的な、あまりにもつねりすぎて。いや、はい、でもそれくらいこう思いのあふれる紅白歌合戦の初出場を果たされて、はい、ありがとうございます。もう本当に私自身もそうなんですが、はい、皆さんが、ゆきのさんの改めて、あ、ファンだなぁというのを感じた一瞬だったなというふうに、すごく感じました。ありがとうございます。そして今回、はい、新曲が発売になりました、はい、3月22日に発売の、はぐれ花という作品。はい、こちらはまた、素晴らしい曲ですが、どういったメッセージというか、思いで、はいはいはい、表現されて、なんでしょうか。今回はですね、まぁ、ちょっと悲しく切ない中にも、はい、最後の、まぁ、3番の歌詞の中では、はい、たった一度の人生ならば、せめて笑顔で
春を待つという前向きな気持ちに変わっていく女性の心情で、私自身のこう人生ととても重なると言いますか、やっぱり人生一度きりしかないので、もう後悔だけはしたくないっていう思いで、だったらやっぱり上を見上げて、いいこと考えて生きていきたいなっていう、そんな思いでこの歌を歌ってます。すごくこう、切ない中にも前向きになれる作品ですよね。はい。もう本当に幅広い世代の方たちに歌って愛してもらいたい作品だなというふうにすごく思います。ありがとうございます。それでは、ゆきのさん、はい、曲紹介をお願いします。はい、市川ゆきのの新曲です。はぐれ花、お聴きください。私、市川由紀乃の新曲で、はぐれ花、お送りいたしました。ありがとうございました。素敵です。ありがとうございます。本当に由紀乃さんって、一曲の作品の中の表現力の豊かさっていうのは、私、いつも本当にお勉強させていただいてるんですけども、カラオケでも歌ってみたいなーって思う作品ですよね。あ、嬉しいです。私もノコンの好き大好きです。優しい。もう本当にゆきのさんとお話しさせてもらっていると、はい、自然とこう心から笑顔になっている自分に気づくんですよ、いつも。私もこのみちゃんを見てるだけで笑顔になります。嬉しい。ありがとうございます。幸せです。ふわっと足も。さあ、たくさんの方からリクエストいただいております。ありがとうございます。キャンペーンに行ったよという写真付きで。本当だ、はい、メッセージもいただいております。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そして、はい、実際、私も、ゆきのさんに、お会いしたいという方のためにですね、はい、なんと、チャンスがあるということで、はい、ゆきのさんからお知らせをお願いいたします。させていただきます。はい。5月6日の土曜日、東海ラジオさんでお聞きの皆様、ぜひ足を運びください。愛知県一宮市にありますテラスウォーク一宮1階テラスコートで15時から、新曲はぐれ花のキャンペーンを行います。ぜひ足を運びください。お待ちしております。はい。その他にははい。他にもですね、ありがとうございます。このうちゃん、いいんですか？ぜひ。いいんですか？教えてください。ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、5月の2日の火曜日には北陸にお邪魔をいたします。はい、アルプラザ小松さんの1階のレバリーホールで、はい、こちらは11時半から、そして移動いたしまして、イオンモール河北1階グリーンコートで、こちらは夕方の4時半から、新曲のキャンペーンを行いますので、5月は北陸に行って、また愛知に行ってと。いいですね、はい。ぜひ足を運びください。うわぁ。お待ちしてます。ゆきのさんにお会いするチャンスたくさんありますので、はい、詳しくはホームページだったりとか、はい、またゆきのさんのオフィシャルブログも本当に心温まるブログですので、はい、皆さん、温まりに、ぜひオフィシャルブログの方も見てみてくださいませ。ありがとうございます。さあ、今日はですね、はい、なんだかもう、ゆきのさんの暖かさに触れて、はい、私自身すごく心がポカーっと、はい、春模様になりました。
嬉しいです。ありがとうございます。とんでもないです。でも、ね、このみちゃんも、はい、体調とか、はい、いろいろと、やっぱりこの仕事って、本当に大変なこともいっぱいあって、そうですね。でも、これからも一緒に乗り越えて、はい、ありがとうございます。一緒に夢を追いかけて、はい、いけたらと思うので、ゆきのさんについていきます。何をおっしゃいますか。もうこのみちゃんしがみついていきます。とんでもないです。はい。さあ、最後になりますが、はい。走れ歌謡曲を聴いてくださっている、はい。皆さんへメッセージをください。はい。はい、走れ歌謡曲のリスナーの皆様、本当に、今の市川ゆきのがあるのは、走れ歌謡曲があるからです。本当にその当時のスタッフの皆様に対しては今でも感謝の気持ちでいっぱいですし、皆様がいらっしゃったからこそ、頑張ろうと前を向いて歩いていけました。これからも皆様に市川ゆきのいい歌を歌えるようになったと言っていただけるその日が来るまで、努力し続けてまいります。応援よろしくお願いします。